はい、録画を開始します。はい、今何をやるかというと、素体を書いていきましょう。まあ、素体いろんな書き方があると思いますけれども、まあ、頭から書いていきましょう。まあ、頭を書いて、肩の幅っていうふうなのを書きました。そこからまあ下にどんどん下ろしていく感じで、腕は後に書いて感じですね。まあ、腰まで書いたら、そこから太ももを生やしていくと。で、太ももを生やしたら、あとは、片足ずつ足を生やしていくっていうふうな感じですね。まあ、書き方としてはいろいろあるんですけども、自分としてはこういうふうな頭から腰まで書いて、足を書いて、最後に腕を書き加えるっていうふうなのが一番多い書き方になります。例えば横向きとかだと、顔のところを書いて、首を書いて、まあ、肩のあたりはこんな感じかなっていうふうなので、腰の、ところをやって、そこから足を生やしていくっていう、まあ、膝まで書いて足を生やしていって、靴を書く。で、奥の足っていうふうなのもこんな感じに生やしていくと。で、あと最後にこういうふうな腕を、書き加えていくっていうふうな感じですね。じゃあ、ポーズを取った時にどういうふうにするかって言ったら、まあ、それも、顔から書いていきましょうか。で、肩幅っていう、これは僧帽筋ってなるんでしょうか。なんかそんな感じですね。鎖骨とこの肩の背中の部分っていうふうなのがあって、で、腰の位置っていうふうなのをこういうふうに、書き加えることによって、まあ、胸の線とかも書いてもいいかもしれません。で、こういうふうに、太ももっていうふうなのを書いて、その時にじゃあ足が前に出ているよっていうのは、まあ、分かりやすくこんな感じでやって、であとは、靴のところまで向こうすねとか靴とかを書いていくっていう感じですね。で、その上でじゃあ腕を書いていきましょうか。腕を書いて、肘まで書いたら、まあ、手のひらを先に書いてもいいかもしれませんね。この辺の順番はどう、好みだと思います。手を書いたら、手首から肘をつないでいくっていう、まあ、そんな感じで、素体いろいろ、書き方ありますが、そんな感じで、書いていくというお話でした。